このビデオではダッシュボードについてお話をしたいと思います。現在ご覧いただいている画面なんですけれども、こちらはですね、プロダクツデザイナーのセールスレターになります。メンバーエリアへのログインなんですけれども、セールスレターの右上ですね、こちら小さいんですけども、ログインというテキストリンクがありますので、こちらをクリックしていただきするとですね、このようにログイン画面が表示されますので、あなたのユーザー名、そしてパスワードを入力してログインボタンをクリックしてください。私はですね、現在、アドミンとしてもうすでにログインしておりますので、直接ダッシュボードへ向かいます。はい、あなたがですね、メンバーエリアへログインするとですね、最初に表示されるのがこのダッシュボード、メンバーエリアのホームページと言い換えることもできると思います。このページからですね、プロダクツデザイナーのメンバーエリアのコンテンツすべてにアクセスすることができます。アクセス方法なんですけれども、この一番上にありますヘッダーのメニューですね、ダッシュボード、基本トレーニング、そして実践トレーニング、そしてローロデックス、プロファイル、ログアウト、このようなメニューがあります。スクロールダウンするとですね、はい、常にですね、このヘッダーのメニューは表示されるようになっております。そしてスクロールダウンしますけれども、こちらの、ビデオの場所にですね、現在収録中のビデオが収録されます。そしてですね、最初にお読みくださいというコーナーがありますので、こちらマイナスをクリックすると閉じる、プラスをクリックすると開くと、展開するというふうになりますので、これを必ず最初にお読みください。そしてですね、何らか相談もしくは質問、ご要望等ありましたら、サポートセンターですね、こちらをクリックしてサポートセンターへアクセスすることができます。そしてですね、こちらもメニューになっているんですけれども、メニューはですね、4つ、大きく分けて4つに分かれております。基本のトレーニング、そして実践トレーニング、ローロデックスですね、そしてサポート、鉄板サポートへのメニューがついております。こちらからそれぞれのコンテンツに向かうこともできますけれども、この先ほど申し上げたヘッダーのメニューですね、こちらから行くこともできます。そしてですね、アクショントレーニング、実践トレーニングにおきましてはですね、各チェックポイントがあるんですけれども、現在このビデオを収録中の時点においてですね、まだチェックポイントは1つしかありませんので、1つしか表示されておりませんけれども、これはですね、チェックポイントの数だけですね、下に展開していきます。もしですね、途切れて見えなくなりましたら、画面を縮小するなりすればアクセスすることができますし、直接ですね、アクションのトレーニングコーナーからアクセスすることもできます。そしてですね、各ページにはですね、このようにノート機能があります。こちらはですね、あなた固有のノート、備忘録ですね、何らか記しておきたいことがあればですね、入力して左の保存ボタンをクリックすればですね、あなたしか見ることのできない備忘録を記録させていくことができますので、お役立てください。そしてですね、まず最初にですね、ダッシュボードっていうのはホームページだよと、そして基本のトレーニングですね、ベーシックトレーニングというコーナーに向かいます。もうすでにですね、インストラクションビデオがありますので、こちらをよく見ていただいてですね、右側のインストラクションを読んでいただくと。そしてですね、このようにですね、31のモジュール、すべて私が執筆したものなんですけれども、31冊のですね、モジュールがありますので、こちらを受講していただくと、実際にですね、商品開発にダイレクトに結びつくトレーニングはですね、第1巻から13巻までとなります。そこから先はですね、あなたの小冊子、オリジナル小冊子をですね、書いて販売するすべてのプロセスについてカバーしておりますので、小冊子をですね、開発して販売するまでのすべてのプロセスを理解することができると思います。ただプロダクツデザイナーのゴールであるオリジナル小冊子の開発に関しましては、繰り返しますけれども、1から13巻までがダイレクトに関係しております。こちらを受講していただくという基礎知識をこちらでつけていただくと。そして、アクションですね、実践トレーニングのコーナーです。
まあ、こちらはインストラクション、まあ、ビデオがありますので、こちらもよくビデオをご覧いただいてですね、右側のインストラクションを読んでいただくと、そして、まあ、各チェックポイントごとにですね、まあ、メニューがありますので、こちらをクリックしていただくことによって、それぞれの、まあ、サブメニューに向かうことができます。こちらですね、はい、このようにですね、まあ、チェックポイント1番、誰に何を売るのかというコーナーがあるんですけれども、こちらをのインストラクションビデオを見ていただいてですね、そしてインストラクションを読んでいただいて、まあ、行動していただくと、そして、まあ、次のメニューに行くにはですね、この緑色のボタンをクリックすることによって、次のチェックポイントへ向かうこともできますし、ヘッダーから、まあ、サブメニューの中の次の、まあ、チェックポイントへ移動することもできます。もしくはですね、もう一度実践トレーニングのトップページに戻りまして、こちらからですね、まあ、それぞれのチェックポイントへ向かうこともできます。こちらの画面にもですね、常にですね、ノートがありますので、この備忘録をご活用ください。そしてですね、ローロデックスなんですけれども、はい、こちらもビデオとテキストでインストラクションがありますので、よくご覧ください。そしてですね、まだこのビデオを収録しているときにはですね、何も掲載されておりませんけれども、段階的にですね、こちら有益なリソース情報を追加していきますので、よくご覧ください。これがですね、プロダクツデザイナーのメンバーエリアのツアーとなります。もう一度ダッシュボードに戻ります。はい、ここから全てが始まりますので、常にですね、このダッシュボード、ホームページへですね、戻って、ここから各コンテンツへのアクセスを行ってください。質問等があればですね、いつでもですね、こちら緑色のボタンをクリックしていただく、もしくはこの4番目のメニューをクリックしていただくということで、アクセスすることができます。そしてですね、このヘッダーのメニューからプロファイルなんですけれども、こちらをクリックしていただくとですね、あなたの登録の電子メールアドレスなどを変更、パスワードなどの変更も行うことができます。そしてこのメンバーエリアから立ち去るときにはですね、ログアウトのリンクをクリックしていただいて、ログアウトすることができます。はい、ありがとうございました。